ということで皆さんこんにちは、そうか、しゅんでございます。さあ、本日はですね、いや、ニヤニヤが止まらんぜ。一応ですね、スニーカーレビューになるのかな。実はですね、新品を私入手しておりまして、まあ、それをですね、今回は作っていこうかなというような動画なんでございますけれども、まあ、とりあえずはね、もう物にご登場いただいた方が早いかなというふうに思いますんで、ご登場いただこうかなというふうに思いますが、それがこちら。おい、ということで、何やら音が聞こえますけれども、こちらスニーカーかと思いきや、はい、スニーカーのレゴですね。今回アディダスのスーパースターのレゴをですね、新潟のポップアップの最中にですね、ヨドバシカメラで購入しまして、もうワクワクしてるんです。今もうレゴやるなんてもう何年ぶりというですね、もう童心に帰った気持ちなんですけれども、レゴってね、ほんとちっちゃいブロックから作っていくものなので、果たしてこのね、スーパースターがどういう形でですね、こう出来上がっていくのかというのをですね、あえて僕他の YouTube の動画とか見ずにこれからやるので、ワクワクしかないんですよ。どういう風になるのかなっていう。なので、まあ、そこら辺をですね、まあ、ちょっと作業風景なんかも交えながら、こうゼロからね、こう完成までの道のりを今日の動画で楽しんでいただければなっていう風に思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速組み立てていきましょう。さあ、ということで、いよいよ始まりますよ、ということで、まあ、レゴなんてまず久しぶりってとこは興奮してるんですけれども、これ、新品ですからね。まあ、まずちょっと開けてみますか。こうオープンするとね、この完成形が見えるわけなんですけれども、そもそもこれが本当どうやって作っていくのか全く想像つかないんで、張り切ってね、今日はやっていきたいなというふうに思います。とりあえず開けましょうか。さあ、さらに開けるとこの中に、おっ、入ってる入ってる、なんかいっぱい入ってるわ。え、なんで赤いのとかあるんだろう。なんかめちゃくちゃ部品がたくさん入ってますね。一応こんな感じでですね、これあれですね、組み立て書ですね、これ完全に。うわ、懐かしい。こんな感じで手順が書いてありますんで、早速始めていきましょうかね。頑張っていきましょう。さあ、まずはこのね、1と書かれた袋からですね、組み立てていきたいなと。これがね、ファーストステップらしいので、じゃあこっからやっていきますよ。まずはこいつですね、こいつにこのちっこい部品をつけていきます。まずはこれにね、ちっちゃい部品をパチッと。わー、楽しい。もうこれだけで楽しいもんな。次はですね、こいつの出番ですね。こいつをここにこうくっつけると。もうこれしか作ってないけど楽しいわ。で、これの次はこいつをですね、このつま先に合わせてこうつけていく感じですね、両サイド。これめっちゃむずいな。金具みたいになってきたな。いや、このレゴね、相当レベル高いわ、これ。ちっちゃい子にはできないレベルですね、これね。ほら、なんかかかとのサイドにですね、だいぶメカメカしい部品がつきましたね。いや、これちょっと楽しいぞ。こんな素材なんか俺やってた時あったかな。なんかめちゃくちゃ複雑で、超楽しい。ここでなんとアディダスのパーツがやってまいりましたよ。ここにはめて、ここにこうはめて、これがこうきて、こう。うわー、なんか面白い感じ。全くまだ完成形が見えないですけど、一つ目がね、もうすぐ完成しますね。
一つ目の袋が完成しました。こんな感じで土台が作られたと、まあ、なんとなく靴の形になってきましたけど、まだまだ全然全容が分かりませんね。続けて2袋目突入したいと思います。2袋目こちらですね。2つ目はどうやらね、なんか壁みたいの作るみたいですね。でもまあこうやって部品探しながらね、無心に何かに取り組むってなかなかないっすからね。なんだかどこにつくのかわかんないですけど、なんか不思議な物体ができましたね。でこれを、ああなるほど、これくっつけんだここに。感動した。待って待って待って、ちゃんとこの空いたところに今作った部品がこうやってカチャってはまるの。うわー気持ちいい、めっちゃ気持ちいいんだけど。これ何これ、やばいやばい、これまた一つね新しい部品ができて、これを次はねここにはめるようです。ここにカチャ、うわ気持ちいい、感じでハマってここにこうして、で赤をここにはめるとぴったり。なんか不思議な形にだんだんなってきましたね。こりゃ楽しいな。さあお次は3袋目ですね。こちらを組み立てていきます。これでねなんかねヒール部分が完成するらしいんで、ちょっと楽しみですね。さあここで再びアディダスマークがやってまいりましたよ。ここにパッチャリ、ほんでここに、ほんでこの2つのパーツをここにガッシャンコするわ。うわー気持ちいい、見てください、かかとパーツがだんだんできてきましたよ。さあそしてこっち側も完成したのでガッシャンコすると、かかとの形になってきたんじゃないですか。これ完全ヒールタブっすもんね。でこの青い金具とここのソールのこの金具がガッチャンコで、うわ気持ちいい、うわきたー、だいぶ形になってまいりました。さあいよいよ後半戦突入ということで、4番目の袋から、さあそして来ましたスーパースタート、書かれたパーツがここかな、バッチリここにはまりましたね。これはアディダスの3ストライプがだんだんできてきましたよ。うわーすごい、こんな関節みたいな部品あるんすね。やばい、これちょっとめっちゃすごいとこの連結、ここの部品をここにカチャッと、ほう、ほんでこっちはここにカチャッ、めっちゃスーパースターになってきたわ。うわすごいわ、何この関節みたいなの、だんだんと形になってきましたね。お次は5袋目です。
さあこっち側の3ストライプゾーンも完成して、こいつをカチッ、そしてうわ気持ちいい、はい、両サイド完成しましたよ。きたー、もうこれでかなりスーパースターになってきましたけど。さあということで、いよいよあと上部を作れば形になると。さあお次、これほぼほぼラストの6パック目ですね。おお、シューレースも入ってるわ、面白いね。ここで終端のアディダスマークが登場と。ほんでこれが終端にスッと、あーこういうことね、こういう感じに終端がなりますよと。うわーすげえ、ほうほうほう。ほんでこれをですね、この先端にあるここにカチャカチャと、あ、こんな感じってことね。うわー、なるほど。すげえ。これ、シューレース通してない状態みたいになりましたね。うわー。そして、この象徴的なシェルトゥーの部分を、そして、ここにも、カシャッと。うわー、来た！すげえ、シェルトゥーになった。やべえ、やべえ。で、何？シューレース通すんだ。ちゃんとね、本物のシューレースみたいなのついてますよ。こんなのはお手のもんですよ。やっぱちょっとレトロな感じでアンダーラップでいきますか。あ、で何のくぼみかと思ったら、これ終端のシューレース通す穴だこれ。うわ、めっちゃ精巧に作られてんなこれ。ここを通してこんな感じってことでしょ。うわー、なるほどね。うわ、すごいすごいすごい、めっちゃ可愛いんだけどこれ。やっぱ紐結ぶと全然印象違いますね。うわすごい。こっからは飾り台なのかな。これが台座か。あーなるほど、これで、うわ、これが生きてくるんだ。ここにはめると、こういう形でこうね、立てかけて飾れるよっていうことなんすね。これでようやく完成でございます。さあ、ということで、普通に楽しみながら机の上とかでやるのはめっちゃいいんですけど、床でやるもんじゃないわ。めちゃくちゃ腰痛くなりましたが、ようやくですね完成したのがこちら、はいどーん。ということでこちらのレゴスーパースターちゃんですね。愛おしいわ。もうカラーリングがね、ちょっとセールカラーっぽいような感じのですね仕上がりなんですけれども、ちゃんとね紐も通って、もうこのね終端のね穴には感動いたしましたよ。かなりねレゴとはいえど精巧に作られたもうアートですね。久々にちょっとレゴに没頭2、3時間しましたけど、ちょっとたまらんすな。完成しましたので、これはねこんな感じで、こんな感じでここに飾っておこうかなと思います。久々のレゴでしたけれども、難易度も高ければクオリティもとんでもなく高くなってたので、まあ、個人的には非常に満足ですし、ますますねこれからスニーカーのレゴとかね出てきたらすげえ面白いんじゃないかなというふうに思いますんで、またねこれは一得べというですねものがありましたら、ぜひチャレンジしていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。多分これ編集したらもうね10分ぐらいになっちゃってると思うんですけども、2時間とか3時間の格闘をですね終えてしっかり撮りましたので、今回のね、動画良かったよと思ってくださった方はぜひ高評価とまた先生チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、最後になりますけれども、私のブランドサンプルズのですねショーミアフェイスノージージャッジメントというですねパックが絶賛生産中でございます。これはかなり社会的なメッセージがですね込められたアパレルでございますので、ぜひねまだご覧になってない方は、パックの説明の動画も見ていただいてですね楽しんでいただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いします。シネクムービー、じゃあねー。